ジョイン。マップマップマップカメラマップ電気マップということで、何が言いたいかというと、吉田芳雄写真家になります。そういうことですね。レンズ買いました。レンズを買った理由は、自動車運転の練習をするためにいろいろ出かけようと思ってるから、その理由付けで写真静止画を始めようと思ったわけです。まあ内緒にしていたわけじゃないんだけど、実はジムニーが届いています。前回の動画でよく見るとジムニーの取扱説明書を写し込んでおいたんですが、まあ誰も気づいてないよね。吉田のジムニー調子こいてマニュアル車にしたんですけど、全く運転できません。ジムニーはマニュアル以外認められないとネットに書いてあったので、まあマニュアルにしといたんだけど、余裕で後悔しています。全然運転楽しくないよ、怖すぎ。吉田みたいな人結構多いと思うけど、マニュアルなんて一回も運転したことないわけですよ。運動神経も終わってるおっさんがいきなりマニュアル車を運転しようなんて無謀すぎました。練習が必要なんだけど、引きこもりだしね。そういうわけで写真家になって外に出ます。ということで、買ったのがライカ DG バリオエルマリート100-400です。マイクロフォーサーズ規格用の超望遠ズームレンズ、パナソニックとオリンパスの一眼カメラで使えるレンズです。ミラーレス用、フルサイズ換算で200-800、野鳥撮影したいなと思って買ったわけ。まあそれなりに傷はあるな。確かマップカメラで中古で税込み11万円前後だったと思います。このグレードは良品、新品同様品、備品良品、並品、何あり品があるので中間グレードですね。よく見るとそれなりに傷はありますが、まあしょうがないです。重要なレンズ部分はピカピカなので写りには問題ないですね。マップカメラの中古は基本的に程度がめちゃくちゃいいです。変なところで買うと詐欺られることあるんですけど、なので基本的にマップカメラ以外では買わないことにしています。ちゃんと1年保証もあるからね。800mm 相当のズームレンズでこのサイズはすごい。フルサイズ用はバズーカみたいにクソでかくて重いんですけど、こいつは約1キロしかありません。めっちゃ軽い。小さくて軽いんですが、一応レンズ側にも三脚取り付け用の台座がついてます。まあ軽いんでね、ボディ側で支えても大丈夫な気はしなくもないですけど、まあそれくらい軽い。三脚使わない場合は多分持ち手代わりにすると思いますけど、微妙に小さいかな。もう少し長くてさらに隙間が空いてると持ちやすいと思う。まあコンパクトさを優先したんだろうね。実は本当はソニーの α9-2 というフルサイズミラーレスカメラを買おうとしていました。ミラーレスカメラとしては現状最強性能がこれだと思うんですけど、たっけんだよ。ガチのプロ用なので50万円以上、レンズも200-600が300万円じゃなくて30万円くらい。80万円をポチるか1週間くらい悩んだ結果、勇気が出ずに11万円の中古レンズで妥協しました。あと写真でもわかると思いますけど、レンズが超絶でかいです。こっちのが画質はいいと思うけど、80万円出して筋トレかよ、めんどくさくて使わなくなりそう、そう思ったのもある。とりあえずお試しで以前動画撮影用に使用していたパナソニックのルミックス GH5S を活用します。ルミックス S1H を購入してから全く使ってなかったんで、まあちょうどいいよね。これはちなみに余談ですが、この超望遠レンズ、カズチャンネルさんがぶっ壊したレンズですね。カメラが撮れなくなって修理代が20万円取られたとか動画出していたと思うんだけど、そのレンズがこれ。本体は GH5S ではなく GH5 でしたけど、吉田もレンズがカメラから抜けなくなったってのは一回経験したことがあります。他のメーカーだったと思うけど、その時はパワーで無理やり剥がしました。映像は最大ズーム換算 800mm に伸ばした場合、野鳥撮影は基本的にこの長さで撮ると思います。結構伸びますね。 GH5S はボディ内手ブレ補正がありませんけど、レンズ側に手ブレ補正があるので大丈夫。ただスイッチがすげえ柔らかい。これね、固くしておいてくんないと勝手に切り替わるんですよね。手ブレ補正がオフになっていて手ブレ量産とか最悪。この部分は操作することはないので、マスキングテープで固定しました。誤動作防止。ちょっと見た目はダサい。GH5S の欠点は画素数、動画用なので1000万画素しかありません。2000万画素が普通なので半分ですね。野鳥撮影ってトリミングが前提なので、1000万画素だと印刷はきついかも。スペックとかめんどくさいので見ていませんが、 GH5 がベースなのでそこそこ連写は早いですね。これでカワセミが飛び込むところを撮るとかそういうのは無理だと思いますけど、このくらいあれば十分だと思います。あー結構厳しいな、スローモーションみたいなんだな。厳しいね、なんかもっとないか。ファインダーは連写するとブラックアウトして紙芝居みたいになります。飛んでる鳥は相当難しいと思う。調べるとこのレンズが使えるやつでファインダーがマシなのはオリンパスの EM1 シリーズ。最新機種が発表されたので EM1 マーク3だね。
パナソニックだと G9 Pro が多少マシらしい。当分これで行くけど無理そうなら買い替えだね。G9 Pro は GH5S の売却価格より安いんで、交換はありっちゃありですね。連写モードだと必ず2枚切れます。1枚だけ撮影できないのが少し気になりました。重量はちなみにたったの 1.7kg、 めちゃくちゃ軽い。皆さん興味ないかもしんないけど、 800mm 相当で 1.7kg、 めちゃ軽いから。動画用レンズじゃないけど試しに動画を撮ってみました。思っていたより画質いいですね。手ブレも本気出して持てば結構止まります。さすがに 800mm で手持ち動画は厳しいっちゃ厳しいんだけど、静止画なら手持ちでいけそうなくらい止まる。ボディ内手ブレ補正なしのレンズ内手ブレ補正だけでこれだけ止まるからね、すごいよね。ジョイン。吉田チャンネルでは激レアな外での撮影、多分2回目だと思うよ。運転の練習を兼ねて大きな農業用用水の人工池がある公園にやってきました。吉田の運転するジムニーは山を登れません。舗装された平地しか無理です。坂道発進ができません。事故ります。なので平地にあるここに行きました。群馬の野鳥撮影スポットっていろいろありますけど、坂の上だったり山の中だったり、吉田ジムニーではたどり着けません。まあ実はね、何回か撮影に来たことあるんですが、珍しい鳥なんていないんですけど、確実に水鳥がたくさんいるんで、カメラのテストにはちょうどいいかなと思ってます。ちゃんと整備された公園なので、まあ面白みはないんですけど、散歩にはちょうどいいですね。30分くらいで一周できるし、撮影しながらなら1時間ちょっと。トイレもあるし、自販機もあるし、広場もあるし、遊具もあるし、快適です。駐車場もあります。ちなみにカメラ持って歩いてる人は2人くらいいました。この映像は Google の Pixel 4という最新のスマートフォンで撮影していますが、最大ズームしてもこのくらい。デジタルズームなので相当画質悪いので、この距離では結構厳しいですね。だからでかい望遠レンズがいるんです、野鳥撮影には。この小さいのはカモです。水を引き込んでいるところが小川みたいになってるんですが、前来た時はここら辺にカワセミがいました。今日はいません。カワセミをきれいに撮ることが当分の目標かな。小さいから結構むずいけど。で、この映像が今回買った11万円のレンズで撮影した動画。編集でズームはしていません。結構でかく映るでしょ。手ブレもまあまあ抑えられてる。なんか頭が白っぽいけどカワウだよね。この人工池、1年に1回水を全部抜くのでめちゃくちゃ綺麗。多分水を入れ替えたばっかなんでしょうね。透き通ってる。映像の小さいカモは子ガモです。カラフルなのがオスで、地味なのがメス。めちゃくちゃ大量にいます。なぜかマガモは全くいないんですが、オナナガモとかカルガモとか異常発生かよってくらい大量にいる。まあカワウなんてね、撮影してもしゃあないんだけど、まあいっぱいいるんだよ。カラスみたいに嫌われてる鳥。ここからは実際に撮影した写真です。取って出し JPEG 無加工です。これはハシビロガモのオスとメスですね。多分くちばしの端っこが広がってるからハシビロなんだと思います。ハシビロ子と一緒。こういう水に浮かんでるそこそこでかいカモは GH5S でも余裕で撮影可能。木に止まってるスズメですが、こういうのは木にピントが持ってかれますね。何回も撮影したんですが、1回もスズメにピントが合っていませんでした。以前使っていたニコンの一眼レフカメラ D500 だと、何回か撮ってればそのうちピント合ってたんですけどね。さっきのカワウが飛んでるシーン、 800mm 相当でファインダーに収めること自体はできたんですが、1回もピントが来ませんでした。背景に持ってかれます。 D500 だとこんなの余裕で撮影できるんですが、飛び物は打率悪そうですね。ただし飛んでる鳥が全然いなかったので、あまり試せていません。もうちょっと様子見。写真としてはちょっと微妙だけど、白石レイ、スズメ並みにそこら辺にいます。さすがは GH5 だなと思うのがノイズ量。マイクロフォーサーズの別のカメラ、まあ G8 ですけど、それで撮影したこともあるんですが、それと比べるとノイズ量少ないですね。 G8 だと ISO 800くらいできつかった記憶があります。まあただね、その代わり GH5S は1000万画素しかないのが欠点ではある。ヒヨドリ、ガチピンかどうかは微妙だけど、一応鳥にピントが合ってますね。時間帯が悪かったのか全然鳥がいませんでした。しかも休日なので、子供連れの家族がギャーって騒いでいたので、鳥逃げちゃうよね。平日の誰もいない時に来るのが良さそう。この日はサギ類が全然いませんでした。前来た時は飛び回ってるくらい大量にいたんですけどね。これは多分大サギです。止まってるでかいのは余裕で撮影できますが、枝が顔にかぶってる。いっちゃんでかいアオサギも1匹だけいました。吉田さん、アオサギが大好きです。変な格好するんだよね、アオサギって。昔撮影した吉田的にお気に入りのアオサギさんですが、おっさんっぽいですよね。でかいから近くでこんな格好で座ってたらビビります。時間帯が悪かったのか人が多すぎるのか分かりませんが、基本カモしかいないし、鳥の鳴き声も全くしません。最近耳鳴りがひどくて、キンという音で気分が悪くなってきたので1時間くらいで帰りました。
まあ軽くて持ち運びは最高だし、画質も吉田レベルでは十分満足できるものでした。ただね、 AF がどうなのってのは正直あるので、もしかしたら G9 Pro に買い替えるかも。ただ GH5S の高感度性能は魅力ではある。今回はサブチャンネルの宣伝も兼ねてメインチャンネルで出しますが、今後はジムニーでいろいろ出かける予定なので、そういう旅動画をサブにアップしていこうと思ってます。まあ、概要欄にリンク貼っとくので、サブチャンネルも登録してくれ。まあ、評価が低かったりコメントが少なかったりしたらやめるかもしれないので、まあ、評価ボタン押してくれ。低評価だらけだったら切れるかもしれんけど、イニシャル Y。